公共曲第6番の単調作品54は、ドミートリー・ショスタコービチが作曲した6番目の公共曲である。公共曲第5番に単調を作曲し、その名誉を回復したショスタコービチが1939年に書いた叙情的な作品である。前作とこの作品との関係は、ベートーベンの運命と田園の関係と似ている。ただ、ベートーベンの 伝言は、表題的であるのに対して、この作品には、表題のようなものはない。1939年11月5日、エフゲニーム・ラビンスキー式、レニングラード・フィルハーモニー公共楽団3つの楽章から構成される。演奏時間は、約35分。ロタンチョー第8公共曲と同じように、第1楽章に、 全体で最も重いクライマックスが来ている。最終的に公共曲第12番で実現することとなる、霊人公共曲の原型だったと言われる。苦悩と反問を描いた、長大な楽章。ただし、ミステリアスな幻想性も感じさせる音楽であり、中盤、2本のフルートの不気味なソロと、そのソロを締めくくるトリルが、チェレスタに受け継がれる部分は、非常に神秘的である。 都町長第一楽章とは、対照的に、爽やかで喜びに満ちた楽章となっている。ロンド形式による終曲、ロ短調路町長、ロ町調リズミックなロンド主題と、第二楽章のリズムを思わせる、中間部を経て、ロンド主題の再現の後、ロ町調に転じたコーダは、中間部の楽奏で陽気に幕を下ろす。この曲の構成を、一般の公共曲の形式に当てはめてみると、 第一楽章イコール感情楽章、第二楽章イコールスケルツォ、第三楽章イコール終曲となり、通常の公共曲の第一楽章にあたる、そなた形式の楽章がない。そのため、この曲はしばしば、頭のない公共曲と呼ばれるが、ベートーベンの月光そなたにその洗礼が見られる。同時代に活躍した指揮者であるレナード・バーンスタインは、この曲に関して、次のように解説している。 以下要約。ありがとうございます。